岩戸寺、宝塔岩戸寺は、大分県国崎市国崎町岩戸寺の国崎半島の北東部にある天台宗の寺院。3号は石立山。1979年5月15日に大分県の史跡に指定されている。養老2年に人式菩薩によって開かれたと伝えられる古刹で、六号万山の末山本寺であった。寺の入り口に立つ一体の二王像のうち、 右側のあ行像には文明10年の名があり、在名の丸掘りに王像としては日本最古のものである。また、寺の裏手にある高さ約3.3メートルの国崎塔は国の重要文化財に指定されている。公安6年の名があり、国崎半島にある国崎塔の中で最古と言われている。2011年2月に修理のため一旦解体したところ、 三本の鉄製ののみの葉を発見した。鑑定の結果、これらは塔ができた13世紀頃のものであると推定されている。本尊は平安高奇作の茅屋の一木作りの薬師如来像である。国崎六号万山霊場第26番。修正機会は旧正月に六号万山の寺院で行われる日祭り。 祖先が姿を変えたとされる鬼が松松を持って集落を回る。国の重要無形民族文化財に指定されている。現在では岩戸寺、成仏寺、天根年寺の三つの寺のみに残っており、岩戸寺では成仏寺と交互に、西暦の奇数年に模様される。ありがとうございます。